アニャーセヨー、元大手美容カウンセラー歴6年のプロビューティーカウンセラーのナインです。韓国からお届けしております。今日はですね、9点メガ割り中ということで、メガ割りでぜひゲットしてほしいアイテムをたくさん使いながら、お肌がめちゃめちゃ綺麗に見える韓国デイリースッピン風メイクをやっていきたいと思います。すっぴんのようにナチュラルなんだけど、毛穴も綺麗に隠せて厚塗り感のないベースメイクなので、ぜひ最後までしっかりと見てください。クラン、シジャッケバッキヨ、クチューニナイン。まずはですね、お肌が綺麗に見えるメイクはスキンケアがとっても重要です。まず毛穴が汚れているとファンデーションがうまく乗らないので、まずは毛穴汚れから綺麗に落とします。アリウルザ・パーフェクトクレンジングオイルパッドです。これはね、前にコラボセットを作らせていただいた時のものなんですけど、ライブ配信の時にね、実際に落として使ってみせたものなんですが、私がねめちゃめちゃ気に入っているクレンジングオイルパッドなの。もうね、これに超えるものは出会えないと思う。夜メイク落とす時にこの1枚で簡単にフルメイクが落とせちゃうので、これをですね、メイク前に活用すると皮脂汚れがめちゃめちゃ綺麗に落ちて、毛穴のね黒ずみがすごく綺麗になるの。クレンジングオイル使っていただいてもいいんですけど、なんで私がここでわざわざパッドを取ってきたかというと、これは角質ケアも同時にしてくれるの。だから毛穴汚れも綺麗になるし、パッドで拭き取ることで角質ケアも同時にできちゃうから、メイクのりがめちゃめちゃ良くなるの。オイル7ウォーター3の最適な比率だから、お肌がかさつくこともなくて、むしろねこれを使うことですんごいね、お肌がツルツルになるのよ。パッドも分厚くて刺激がないし、私が大好きでよく使ってるパッドです。特にこういう鼻の黒ずみとか気になると思うので、こうやってねくる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 やってあげるといいです。オイルって水を混ぜて乳化することでよく落ちるでしょ。だからこれオイルだけじゃなくてウォーターも入ってるから、すごくね綺麗に落ちるの。これで鼻の黒ずみグッバイって感じになった。めっちゃツルツル。そしたらさっきのがオイルだったので洗顔します。私が最近大好きでよく使ってるドクター G の弱酸性クレンジングフォームです。これがね弱酸性で肌刺激がすごく少なくて突っ張らないの。比率期間も全くないし、 PM2.5 までねしっかりと落としちゃうの。私はこのドクター G の使い始めて、普通の洗顔フォームよりこのジェルタイプめっちゃいいなって思った。結構さ、目のギリギリとか洗うと目の中に入っちゃったりするじゃない。でもこれは比較的染みにくいの。全く染みないって言ったら嘘になっちゃうけど、多少染みるけどほぼ染みない。次はこちら、イズエンツリーオニオンニューペアクリアパッドを使います。これをねこうやって頬に置いてから5分ぐらい置きます。これがめっちゃニキビ跡に効くの。さらには毛穴にもいいし、角質ケアまで同時にできるから気分で使い分けるんだけど、最近ねこちらを割とよく使ってます。じゃあ5分経ったので残りを軽くこうやって拭き取りまして、化粧水はこちらワンデイズユーヘルプミーダクトトナーです。これが角質ケアをしながらほてった肌を鎮静してくれるの。だからこの夏にね特におすすめ。夏って皮脂量が増えるから白ニキビとかもできやすいのね。でもこれを使って白ニキビができにくくなったので、これを 2,3 回重ねます。なんか角質ケアが同時にできるからか、もうねなんか今すでに肌がめっちゃツルツルなの。この工程踏んでみて、本当にめちゃめちゃツルツル。ファンデーションののりがめちゃめちゃ良くなるから。これじゃあ保湿はこちらアリウルグリーンビタミン C スージングスティックです。これもねアリウルのコラボセットに入れさせていただいた商品で、やっぱねスティックの方がメイクがね寄りにくいの。これが 80% 水分エッセンスでできているから、こうやって肌に伸ばすとじゅわ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 水分が溢れ出てくる感じ。ワックス成分も入ってないので毛穴も下がらないし、メイクもね寄りにくいです。さらには普通のスティックよりここの面が結構大きいから、首とかにもね結構塗りやすい。香りもねシトラスの香りで、私は結構これが夏はね爽やかで好きだし、冷蔵庫で保管してるんだけどすごいひんやりしてめっちゃ気持ちいいの。これ視聴者さんもね買いましたって言ってて、めっちゃ良かったってよく言ってもらえるアイテムです。でそしたらこうやってハンドプレスしてください。見てめっちゃプルンプルン、肌めっちゃいい感じ。これほんと使ったことない人本当に使ってほしい。プルプルだよ、プルプル。日焼け止めはこちらドクター G デッドブレミッシュスージングアップさんを使います。日焼け止めの動画はこちらで詳しく説明しているので、こちらを参考にしてください。これね最近大好きでよく使っている日焼け止めなの。塗り方とかも前の動画で詳しく説明しているので、ちょっとここではもう軽くやっちゃいますね。スポンジで日焼け止めを塗っていきます。詳しい塗り方は前の動画を参考にしてください。はい、じゃあ今日の主役はですね、じゃーん、
エチュードダブルラスティックビーガンファンデーションです。こちらがですね、こんな感じでブラシとセットになっているのだから、もうこれだけでめっちゃ綺麗なベースメイクが仕上がっちゃう。で、このブラシ付きのお得なセットがメガ割りで買うとさらにお得にゲットできちゃうので、もうこれは超お得なメガ割りで絶対ゲットすべき。カラーはですね、4色展開になっていて、ご自身の肌色に合うものをお使いいただけたらと思います。私は 17C1 を使っていきます。これがね、韓国でめちゃめちゃ人気のファンデーションで、オリーブヤングに行くと必ずと言っていいほど置いてあるの。これの特徴が24時間崩れない、長時間綺麗なお肌をキープしてくれる高持続力ファンデなの。カバー力が高いから別途コンシーラーなしでも欠点のないお肌に仕上げることができるの。まずはファンデーションをこんな感じでよく振ってください。そしたらファンデーション一旦手の甲に出します。で、指で点でこうやって置いてってください。こうやって指で点で置くことでムラなく均一に乗るんですね。そしたらセットのブラシを必ず使ってください。この方がより薄く綺麗に、ブラシの方が毛穴の奥まで綺麗に隠れるし、密着力も高く崩れにくくなるので必ずねブラシを使ってください。そしたらまず目の下の三角ゾーンから伸ばしていきます。ここが一番綺麗に塗れているとお肌全体がねすごい綺麗に見えます。こんな感じで伸ばしていきます。で、フェイスラインのあたりは塗らないでいただいて、まずは目の下の三角ゾーンから綺麗に埋めていきます。このファンデーションねめちゃめちゃ伸びがいいから少量で全然 OK。 私ちょっと出しすぎちゃったんだけど、ワンプッシュもいらないぐらいめちゃめちゃ伸びる。しかもカバー力がめちゃめちゃ高いです。まずは内側から伸ばしていって、外側になるにつれてどんどん薄くなるように伸ばしてください。で、頬の毛穴って下に向いているので、ブラシをねたまにちょっと上方向に向けてみてください。そうすると毛穴がめちゃめちゃ綺麗に隠れます。で、あまり力は入れずに優しいタッチでね伸ばしてあげた方がいいです。で、フェイスラインのあたりは除いて、そこは最後に仕上げていきます。全部同じ量塗ってしまうとかなりのっぺりした顔になってしまうので、外側はなるべく本当に少量で OK です。おでこも生え際は除いて放射線状に伸ばしていきます。あとは鼻ですね。鼻はこうやってやってから最後にこうくる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 やってあげてください。そうすることで毛穴の奥まで綺麗に隠れます。で、塗れないところはこうやって指を使って小鼻の横まで綺麗に埋めてあげてください。鼻の下とかも結構忘れやすいから、ここもね綺麗に埋めてあげます。私さ、ファンデーションブラシってなかなかうまく使いこなせなかったんだけど、このセットで付いているファンデーションブラシが初心者さんでもめちゃめちゃ使いやすい。で、目は一番最後本当に薄くのせてあげてください。口周りもなるべく薄く仕上げてください。ファンデーションブラシを使うと少しね筋が残ると思うので、このねブラシはかなり優秀だからほとんど筋は残らないんだけど、乾いたスポンジを使います。で、優しいタッチで筋ムラを取り除いてください。で、乾いたスポンジの方がこう油分とかも吸ってくれるので、これをね最後にやることでより密着力が高くなってお肌もねより綺麗に見えます。目元とかも忘れずにこうやってやっておくと、アイシャドウとかもねこの後綺麗にムラなく塗れます。で、フェイスライン塗ってなかったと思うので、境目のところはこう軽くスポンジで伸ばしてあげてください。こんな感じで伸ばしてあげます。こんな感じでコンシーラー使ってないのにめちゃめちゃ綺麗にカバーができちゃうの。だから別途ねコンシーラーは本当にいらないっていうぐらい、クマまで綺麗に隠せちゃう。毛穴も綺麗に隠れるし、めちゃめちゃ綺麗なツヤ感が演出できるの。このファンデめっちゃいいから、この夏本当におすすめ。少し私量を塗りすぎちゃったんだけど、本当にね少量で全然 OK。 そしたらパウダーは NARS ライトリフレクティングセッティングパウダーを使います。夏はねもうこればっか使ってる。ブラシで置いた方が綺麗に薄くのるのでおすすめです。眉毛と目周りと鼻のところ全部にはのせないです。せっかくのツヤがなくなってしまうので本当にポイントで置いていきます。じゃあ先にちょっと眉毛だけ描いちゃいますね。そしたらちょっとね唇が乾燥してきちゃったのでリップを塗りたいと思います。リップはこちらエチュードジンジャーシュガーメルティングバームです。これがもともと2014年に発売されてから韓国で200万個売れたロングセラーアイテムのジンジャーシュガーなんだけど、このパッケージ見たことあるかな。で、このジンジャーシュガーから新しくメルティングバームっていう品目で色がついたバージョンが発売されたの。私はもともとこのジンジャーシュガーは韓国の女優さんがワッツインマイバッグで紹介してて、そこからね私も気になって使い始めたんだけど、
本当に高保湿だし手頃な金額だからよく使ってるアイテムなので、これがね限定でベアクのコラボ商品になっているの。もうさ、これさパケ買いしちゃうよね。めっちゃ韓国っぽくて可愛くない？日本では多分9点でしか購入できないと思う。めっちゃ可愛いからこれ多分すぐ売れ切れると思うの。だからもう目代わりを機にこれはね絶対狙うべき。しかも目代わり期間中って通常より安くなるから、このお得な機会にぜひゲットしてください。この後説明するけどめっちゃいいから。でベアクって初めて聞く方もいらっしゃると思うんですけど、カカオトークの韓国ですごい人気なキャラクターなの。韓国国民の半分は使ってるって言われているぐらいで超人気キャラなんだけど、韓国っぽくてめちゃめちゃ緩くて可愛くない？これポーチに入ってたらなんか和むよね。で今回新しく出たこのメルティングバームが、もともとよく使ってたこのジンジャーシュガーと同じラインで、信頼度も高いし唇の色味もつけながら保湿まで同時にできちゃうから、ナチュラルメイクに本当にぴったりなの。すっごいね唇がプルンとするし、さらには5色展開になっていて、こんな感じでねめっちゃプルプルしてね、なんか口紅感が全然ないよね。透き通るようなみずみずしい感じのリップバームなの。肌の温度で溶けてからプルンとしたね唇になれるの。私は2番のソフトモーブをつけていきます。見ててね、めっちゃプルンプルンだからじわ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 唇の上で溶けていくの。こんなリップほんと初めて。さすがジンジャーシュガーラインだなっていうだけあって、めっちゃ高保湿だから唇が荒れている時でもなんか気軽に使えちゃうし、すんごいプルンとして可愛い唇になれるの。これだけでなんかね塗ってる感じは本当に口紅感が全くない。色もめっちゃ可愛くない？これは乾燥しやすい冬にもめっちゃいいし、初めて使った時この質感にすっごい感動した。ほんと温度で一瞬で溶けてくれるの。しかもね軽いつけ心地だからナチュラルメイクにも本当にぴったりだし、高含有の保湿オイルとシアバター成分配合なのね。だから最初はなんかプルッとして見せかけてる商品じゃなくって、長時間唇の潤いを保ってくれるので、これはねローンチ記念としてベアクキャラクターとコラボで販売されてるんだけど、コラボが終わってもレギュラーとして販売は継続されるようなんですね。だからこれ新商品でまだ出たばっかりなんだけど、絶対にこの後ベストセラーになると思う。初めて使った時本当に感動しちゃったから、これはみんなにめちゃめちゃ使ってほしい。じゃあ一旦ここでアイメイク仕上げていきたいと思います。アイシャドウもじゃーん。またこれもベアクとコラボ中なんだけど、エチュードプレイカラーアイズを使います。でこれ私さ、中開けてさらに可愛いって思ったのが、まずこのパッケージ、はい可愛いじゃない。これ箱から出しますね。はい可愛い、はい中にもいるのベアクが。何この遊び心、めっちゃ可愛いんだけど。さらにはね、もうこれさもったいなくて使いたくないぐらいなんだけど、じゃーん、見てベアク可愛くない？このベアクがどんどん消えるのがもったいなすぎる。でこれもねもちろん新商品なんだけど、9色入ったパレットでデイリー使いにめちゃめちゃぴったりなカラーでしょ。マット、ラメ、グリッターも入ってるから、これだけでねもういろいろなアイメイクが楽しめちゃう。入ってるカラー自体がナチュラルメイクにぴったりでしょ。ちょっとベアクなくすのもったいないから、ベアク以外で攻めていきます。スピン風メイクにしたいのでアイラインは特に引かずにアイシャドウだけで仕上げました。でマスカラはこちらのデイメローのこちらのマスカラを使います。これがナチュラルメイクにぴったりで極端で色を出してるの。アイケアをしながらマスカラができるんだけど、夜は美容液として使って朝は普通にマスカラとして使えるのね。クレンジングなしでこのマスカラが落ちるんだけど、まつげにね負担にならず使える感じと、あとマスカラ塗りました感が出ないから最近ねこれをよく使ってます。そしたらチークですね。今回はベアクのリップをチークとして使っていきたいと思います。色がめっちゃ可愛くて5番のロージーベリーを使いますね。ちょっと指で取ってから頬にポン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 重ねていきます。めっちゃ発色も可愛いし、こうやってやることで頬がねプルンとするの。指で叩くことで全然よれないから、ポン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 叩いていってください。そしたらスポンジで軽く油分を押さえてあげます。そうするとね高密着になります。したら最後にこちらのフィクサー、ミシャのグロースキンバームミストです。はい、これで崩れない完全無欠なめちゃめちゃ綺麗なナチュラルメイクが完成しました。めっちゃ肌感綺麗じゃない？結構自分でも感動レベルなんだけど、このファンデーションめちゃめちゃ優秀。肌がめっちゃ綺麗に見えるし、ブラシを使ったっていうのもあって本当に毛穴がね全然目立たないし、私コンシーラー使ってないのに欠点ゼロ。
本当にクマとかもめちゃめちゃ綺麗に隠れてる。でこの肌感、このファンデは本当にいいね。このリップもめっちゃ可愛くない？本当プルンとした唇で罪悪感なく口紅をつけれる感じ。さらに私チークとして使ったんだけど、チークとして使うことでさらにツヤ感が増してからめっちゃ綺麗なお肌になる。で本当にこちらは持続力が高いので、それが本当なのか証明するためにこれから暑い中外出をしてお肌の状態をお見せしたいと思います。口紅ない、はい、今外出から帰ってきました。こんな感じです。全然崩れてなくない？しかもさ、綺麗なこのツヤ感を維持しながらこの崩れなさって本当にすごいと思う。めっめっちゃキープ力高いし、汗だくになってこの暑い中でもこれだけ綺麗なお肌を維持できるっていうのは本当にすごいと思う。これは夏に本当にぴったりなファンデーション間違いなしっていう感じ。はい、ということで今回は私の愛用品がねたくさん出てきたんですけれども、特にねこのファンデーションは私が最近使った中でトップ、めっちゃ肌が綺麗に見える。このファンデとあとこのベアクのコラボのリップね、これは目代わりで速攻買った方がいい。めっちゃ私の推しな商品なので、皆さんもこちらを使ってね、プルッとした完全無欠な綺麗なツヤ肌のすっぴん風メイクを楽しんでください。購入先や詳しい内容は全て概要欄に記載しておくので、そちらをチェックしてください。また厚かましいお願いではあるんですが、9点の購入レビュー書く際にナインちゃんの動画見て買ったよって一言添えていただけたらとっても嬉しいです。今年中にチャンネル登録者3万人を目標としています。ぜひまだな方はチャンネル登録と高評価ボタン、インスタもフォローお願いします。クランウリンターメマンだよ。あんにゃー。